世界っていう言葉がある。世界は本当に綺麗なのに、僕だけが、私だけが世界に一人きり取り残されている。世界の秘密に近づきたい一心で僕たちはそうやってどこまで行くのだろう。時々泣いてしまいそうになる。あの時幸せと悲しみが一緒にやってきて、私は一人きりじゃないんだって思えたの。まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見える。私、あの場所であなたに救われてたの。言おうと思ったんだ、お前が世界のどこにいても俺が必ずもう一度会いに行くって。大事な人、忘れたくなかった人、忘れちゃダメな人、ずっと誰かを、誰かを探していた。長峰、のぼるくん、さゆり、ひろきくん、あかり、かかきくん、あすな、しゃんくん、ゆきのさん、あきずきくん、みつは、たきくん、ありがとう、ありがとう、ごめんね、ありがとう、さよなら。約束の場所をなくした世界で、それでもこれから僕たちは生き始める。それはまるで、まるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。思わず強く願いながら彼女は鳥居をくぐった。あの景色、あの日見たことは全部夢だったんじゃないかと今では思う。でも夢じゃないんだ。あの夏の日、あの空の上で僕たちは世界の形を変えてしまったんだ。そろそろ節約しなきゃな。俺帰りたくないんだ絶対。君家出少年でしょ。わかるよそれくらい。ねえ、今から晴れるよ。え？それってどういう…晴れ女？よし、少年採用。今の仕事はこれ。歴史と権威ある雑誌からの執筆依頼。私とケイちゃんの関係？君の想像通りだよ。穂高さ、姉ちゃんが好きなんだろ。高校生ぐらいの子供か。この少年について話を聞かせていただけますか。お彼岸、空の上は別の世界、昔からね。この場所から出たくて、あの光に入りたくて必死に走っていた。そしてその果てに君がいたんだ。穂高はさ、この雨が止んでほしいって思う？もしも神様がいるのならば、お願いです。僕たちを、ずっと、このままでいさせてください。愛にできることは、もう大人になるよ、少年。僕にできる、俺はただ、もう一度あの人に、会いたいんだ。